この辺はちょっと注意された方がいいのかなと。あと、現地でスマホですね。携帯電話、スマホの金額どれくらいかっていうと、まあ、スマホ自体の本体の金額は日本よりちょっと安いぐらいで、やっぱり高級な部類に入るのかなと思いますね。で、SIM カードの使い方はですね、もう数百円でその辺でも買えるんですよね、SIM カード。それで、それぞれにも電話番号がついてて、それでもうすぐに電話をかけられると。ただ、プリペイド式みたいな形なので、ロードっていうんですけれども、その SIM カードに、料金をネット上、オンラインで追加をしていくんですよね。まあ、お店で追加もできるんですけれども、とにかくチャージをして、それを使い切ったらまたチャージするっていうようなスタイルになってますね。なので、電話もネットもそれで使えるって感じですね。まあ、業者によってはいろいろプランがあったり、グローブとかですね、スマートとか大きめの業者があるんですけども、それを選んで使うっていう形ですね。まあ、電話番号はフィリピンの場合、そういう形ですぐに持つことができます。スマートフォンも日本から SIM フリーのスマホを持っていけば SIM をすぐに挿して使えるっていう感じですね。難しくはないと思います。